この放送はオマーンテレビの制作する映像でお伝えしています。ワールドカップアジア一次予選、オマーンの首都マスカットから衛星生中継です。まず青のユニフォーム日本代表です。オリンピックのスーパーセーブから舞台はワールドカップへ。ゴールキーパー川口義勝、ディフェンダーは4人、俊足の右サイドバック2番柳本博重、普段の力を出せば勝てると信じている左サイドバック3番相馬直樹、キャプテン4番井原は自身3度目のワールドカップ挑戦です。5番センターバック尾村、セットプレーでのヘディングにも注目です。中盤は攻守の切り替えをコントロールする6番山口元博、豊富な運動量とハードなマーク7番本田、日本の10番七海博、左足からどんなパスが出るでしょうか。スペースに飛び出しチャンスを作るか、15番森島博明、30歳になった11番カズ、日本の頼れるエースです。そして去年オリンピック最終予選オマーン戦で2得点の18番城昌司、サブのメンバーにはドーハを経験した高木、北沢などご覧の通りです。そして鴨州監督57歳、就任3年目、いよいよ集大成の年を迎えました。対するオマーン代表のスターティングイレブンです。ゴールキーパー23番アワド・スベイト、ディフェンダーは3人、5番のアーデル・ファイル、6番のファリド・アリ、そして15番アハメッド・カミスがキャプテン、湾岸最高のリベロと言われています。中盤が5人、3番のガリブ・サイード、4番カーリー・カーディブなどご覧のメンバーです。そして2トップは8番タキ・ムバラクと9番タイーブ・アブドゥル・ヌールです。今日の主審はマレーシアのニク・アーメド・ハジ・ヤーコブさんです。左に日本、そして右に白のオマーン代表。前半45分、まもなくキックオフです。おっと、ここでキックオフがやり直しになりました。前半45分、まずブルーの日本代表、左にエンドを取りました。そして白と赤のユニフォームがオマーン代表です。改めまして前半の45分が始まります。まず長いパスを出しましたオマーン代表、3番がガリブサイードです。逆サイドに展開しますが、タッチを割って日本ボールのスローインになります。ブルーの日本、3番の相馬、スローイン11番のカズが待っていますが、激しいチャージオマーン代表です。さて奥寺さん、はい、ワールドカップ予選、まず初戦敵地オマーンでの一戦になりました。そうですね、日本にはどういった戦い方を期待しますか。そうですね、ちょっとやっぱ神経質になってるのもあったんでね、はい、リラックスでやってほしいですね。もう一人でやればですね、十分勝てる相手なんでね。さあ相馬がずっとボールをキープしています。クロスボールが上がりました。逆サイド上が待っているが、これはゴールラインを割っています。オマーンの首都マスカット、今日は日中強い日差しでした。しかしその太陽も西の彼方に沈んでいます。6時現在気温が25度、湿度 54%、 爽やかな風が吹き抜けています。マスカットの郊外スルタンカブーススタジアムです。立ち上がりじっくりとボールを最高列で回します。オマーン代表、これが15番のアハメッド・カミス、キャプテンです。鴨監督はこの一次予選の組み合わせが決まった時に、このオマーンが入っているのを見てちょっと嫌な感じがしたという話をしていました。さあ上からカズへのボール、これはインターセプト、オマーン代表です。中東勢というのは去年アジアカップでも大いに日本苦しめられましたから ね、そのイメージがある強いじゃないでしょうかね。はい、さあ8番のタキン・ブワラク、ボールをキープしている。オマーンが攻めていってシュートを打つか、これはジャストミートしていません。日本がクリアしました。鴨監督はまず何といっても先に点を取られないことという話をしています。もうそれはね、鉄則ですね、はい、特にアウェーでやってますから、あまりむやみに飛び込んでですね、はい、後ろを薄くして行くとですね、点取られちゃうんでね、はい、ですからやはり まずじっくりですね、はい、様子を見ながらスタートした方がいいですね。立ち上がり日本選手たちの緊張感はどうでしょうか。ゆっくりとボールを回していますオマーン代表です。まあ、こうやって回されてますから、はい、あまりじじしない方がいいですね。あ、そうですね、はい、むやみに飛び込むですね、裏が空いてきますので中盤がいいになってきますんでね、はい、こうしてゆっくり回して長いボールをドーンと蹴り出してくるのが中東の戦法ですね。はい、そうです。キャプテンのアハメッド・カミスから中盤へ一旦はたいて5番のアーデル・ファイルです。
オマーンがボールをキープしています。5番のアーデルファイル、しかしなかなか日本のエンドにボールを出しません。オマーン代表です。縦に長いボールを出しました。グラウンダーのボール、オムラがクリアしました。さあジョーがボールを追っていく。そして10番のナーミ、しかしこれはクリアしました。オマーン代表です。立ち上がり間もなく3分になるところです。45分ハーフで行われます。この一次予選は2回戦総当たりのリーグ戦です。勝ったチームに勝ち点3、そして引き分けの場合は両チームに勝ち点1が与えられます。スローインは日本ボール、いやフリーキックになります。10番のナナミがボールをセット、早いリスタート。11番のカズ、3人がかりのマーク、オマーン代表です。ボールを大きく繰り出しました。追っていくのはキャプテン井原、そして5番のオムラです。この第4組、日本の入った第4組は日本とオマーン、そしてマカオとネパールです。今日の第1試合、マカオ対ネパールがすでに終わっていまして、1対1の引き分けでした。奥寺さん、はい、この第1試合を見る限り、もうマカオ、ネパールともに日本の相手ではないですね。はい、それはもう今日見てですね、分かりました。はい、ですから、何しと今日オマーン戦ですね、はい、勝つことはもう大事ですね。一次予選はトップのチームのみが10月の最終予選に進出することができます。ですからこの日本とオマーンの勝ち負けがもう一次予選の全ての鍵を握っていると言ってもいいですね。それはもう本当にそう思います。ファールがありまして、オマーンボールのフリーキックになります。ボールをセットするのは3番のガリブ・サイード、27歳、このチームでは最年長です。そして15番のアハメッド・カミスが25歳です。向こう側6番がファリド・アリ、ゆっくりとボールをキープしています。オマーン代表、村山さん、はい、試合前の鴨監督なんですが、はい、控え室ではですね、今までの確認をしました、はい、そして自信を持って自分たちのサッカーを慌てないでしなさいと、自信を持ってという言葉を、ね、再三使いましたね。さあゴール前、長いボールだ、ヘッドで落とした、フォローしている森島、さあボールをシュート持っていけるか、カズがボールを追っていく、そして森島追っていく、しかしオマーンがボールを取りました。そして、ね、立ち上がりの失点はやはり気をつけたという話をしていました、はい、で攻めるときには思い切り攻めようと、左右からいつも通りにやっていこうということなんですが、やはり、ね、この控え室緊張感が漂っていたそうで、はい、最後にカズと井原が最後まで戦う意思を持って頑張ろうと言ったそうです。はい、とにかくこのワールドカップ予選、負けることが許されない戦いが続きます。鴨監督もこの1対1の場面ではどんどんファイトしてほしいという話をしていました。そうですね、やはり戦いですから、はい、弱気になってはいけないことですからね。さあフリーキック、長いボールがゴール前、しかしこれは柳本がボールを追っていきます。柳本から縦へ出しますが、これはタッチを割っています。今立ち上がりの5分が経過しましたが、日本立ち上がりの戦いぶりどうですか。まだやはり緊張っていうんですかね、増えてませんよね、はい、あそうですか、さあ3番のガリブサイード、はたいた、このあたり細かいパスをつなぎますがタッチを割っています。日本ボールのスローインです。まだまだやはりリズム乗り切れてない分がありますんでね、はい、このスルタンカブーススタジアム、日本からのおよそ100人のサポーター、そしてこのマスカットに在住しているおよそ100人の在留邦人の皆さんなど、多数の日本の応援団も駆けつけています。さあカズがボールを持った、倒されてこれはファールがありました。まあ、やはりカズにはね、必要にいきますよね。まあ、彼をやはりフリーにすると、自由にやらせると、はい、やはりいやらしいプレーしますんでね。そうですね、でも今でもやはり潰しにかかりましたよね。さあフリーキック、そのカズが蹴ります。左サイド、低いボールだ、ヘッドでクリア、オマーンです。タッチを割って日本ボールになりました。上空はすっかり夜の闇に包まれました。マスカットのスルタンカブーススタジアムです。日本代表対オマーン代表、ワールドカップアジア一次予選の第一戦です。またここで日本ボールのフリーキックですね、うん、フリーキックですよね、はい、結構カズに対してはファールで行ってますんで ね、このセットプレーを大事にしたいですよね、はい、さあ山口縦に出した、おっとこの辺りも激しい当たり、ナナミ、オムラがポンとボールを入れました。これはオフサイドありません、はい、森島ボールを追っていく、森島ボールを追っていく、あっとタッチを割っている。だけどね、はい、今みたいなその日本の攻め方ってのは怖いですよね。細かいプレーでラインが全部相手が下がってるんですよね、でまあ捉えそうになってるんですよね、はい、あれ速攻されるね、危ないケースですよね。そうですか、はい、オマーンとしても当然そのあたりを狙ってくるでしょうからね、はい、
ですからフリックなども大きめのね、はい、プレーした方がいいと思いますね。さあボールを取ったままスピードになった小木田、インサイドドリブルで上がっていくが19番のサイードシャバン、これはタッチを割ってオマーンボールです。日本のエンドに入りましたオマーン代表、ボールをポーンと中に入れましたが4番の井原、これはゴールラインを割りそうです。これが日本のフォーメーションです。中盤攻撃的な位置に10番の七海と15番の森島を入れました。 4-4-2 ディフェンダーが4人、そして中盤4人、トップは11番のカズと18番のジョーです。ゴールを守るのは20番の川口です。さあここで今度は日本ボールをキープしています。10番の七海、向こう側キャプテンの井原です。縦に出しました。11番のカズが走っていく、いいボールですよ。カズが走っていく、このボール取ればチャンスになる。しかしカズにはぴったりマークがついてます ね、はい、今みたいなあのパスは有効だと思いますね、はい、小さいパスよりああいう風なスペースへ、出すようなパスですね、はい、あと動きがいいですね。対するオマーン代表なんですが、このスターティングメンバー11人の平均年齢が20歳という非常に若いチーム。今ベンチで立ち上がった一番手前の人がエジプト人のマームード・アル・ゴハリ監督です。59歳です。エジプト代表を90年イタリアワールドカップに56年ぶりに導いたエジプトの名将です。若い選手が多い中でオマーン代表は今ボールをキープしています。一番後ろにいる15番のアハメッド・カミス、この選手が湾岸最高のリベロと呼ばれているんですね。素晴らしいですね、はい、そして前線2トップのうち9番のタイーブ・アブドゥルヌールはオマーン一人気のあるストライカーということです。ですからこの辺り後ろからの長いボールということになりますか ね、あのですからそれをさせないようにですね、はい、あまりにあの高い位置でボールを取りに行ってませんよね。さあ日本いい位置でフリーキックのチャンスを得ました、はい、今もカズへのファールですからね、はい、こういうのを大事にしたいですよね。ゴール前森島が走っていきます。そして井原もいます。モグラがいる。18番のジョーもいます。さあどこを狙うか、七海かカズか。壁に当たりました。今前半の10分が経過したところです。まだ両チーム得点がありません。さあ速いボールを入れた18番のジョー、体を入れました。オマーン代表大きくクリアしていきます。2番の柳本ボールを取りました。そしてさあまたこれはオフサイドないぞ。6番の山口待っている、山口待っている。そして1人スペースに走り込んでいったがゴールキーパー出るか。あさあシュート、ゴール。日本最初のシュート、5番の小村が決めました。日本最先よく1点を先制しました。今はですね、山口君がね、後ろ側2列目が上がってきましたよね、はい、それでパスしてクリアですよね、これね。あ相手も、はい、相手もギリギリな感じでクリアしますんでね。そうですか、そこへ小村君がうまく走ってきましたね。小村が走り込んでこれを決めました、まあ、こういう練習やってましたよね。そうですね、はい、相手はディフェンス上げてくるだろうかってことね、はい、2列目からの出だしですか、それがうまくいきましたね、はい、立ち上がりの10分が経過したところでまず日本が1点を先制しました。1対0です。村山さん、はいはい、鴨監督なんですけれども、それまではねじーっと渋い表情だったんですよ、はい、点を決めた瞬間に立ち上がりまして親指を突き上げて拳を2回も3回も4回もですね、はい、揺さぶりましたね。そして今ようやくちょっとですね笑みがこぼれたかなという感じですね。